はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台をお楽しみに。この物語をあなたに捧げます、親愛なる読者様。少しでも楽しんでいただけたでしょうか。もしそうでないのなら、散歩はとても悲しいです。